さんにこういうのとか玉とかは作ってたので、中学生の時に授業中やることなくて授業聞いてればよかったんだけど、それはここに入っているもので内職をしだして、使いかけの消しゴムにシャーペンブスブス刺してやったりして、カラーペンで色つけてノートに出してっていう風にして遊んでて、柔らかいから割とこう手で描くように削れる、彫刻刀もカーブさせたりできるのは硬い素材だとできる、もっと直線的な線になっちゃうんだけど、素材が柔らかいから自由に動かしながら彫れるというのが消しゴムのいいところです。版ごとにパーツをいろいろ作って、版で絵を描くみたいな感じですね。版描って名前を勝手につけてて、版で描くって書いていいんで、この版子はその絵を描くための筆の代わりというか、新しい遊びを見つけて提案するみたいなのが好きみたいだから、それはなんか仕事になってるのかなって、こうやったら面白いよっていうのを常に